で、まあまあ病院のだいぶメジャーになってきた、まあ、美容外科とか行く人も、まあ、昔は要は医者の中でも超異質っていうか変わり者っていうか、もう完全に邪道みたいな、まあだいぶスタンダードになってきたっていう。だからまあそのそういう超一流の学校卒の先生とかはあんまりいないんですよね。今はまあ増えてきてます。やっぱその外科とか内科、そうそうそう、がん人気っていうか、まあ一応やっぱ花形みたいな、特にやっぱ手術系っていうのは花形だよ、まあ、そうですね、うん、その先生たちでさえもうそのトップオブトップもうめちゃくちゃあ、もう天才を超えた天才みたいな感じでやっと医者は医者になれるっていうか、で当時よりさらに倍率が上がってる。いや、これはちょっと普通に考えたらね、まあ、かなり無謀じゃないけどね、かなりの努力というレベルじゃないですか、ね、本当それだけに人生かけるっていうか、そう、そこまでね、うん、みんな大体そういう子ってもう小学校本当にね、私立の子もいるし、それこそ3、4年生から塾行って、トップ中学入ってみたいな、でずっとバリバリ中高もやりまくってみたいな、青春を全てそれに捧げたやつらと勝負しなきゃいけない。そういう人が困っているわけですよね。学校では本当に少数かもしれないけど。そう。そういうので多分、倍率今多分100倍とか多分超えちゃってるんですよね。だからその、まあ全員じゃないにしても一応そこを多分志望してくるぐらいだから、うん、その勝負できると思ってきてる人たち、まあ、8割以上は多分ね、勝負しようと思って本気で来た人たちと、倍率じゃあそれで80倍だとしたら80倍80人に1人、まあ、うん、でしかもね、その勝負できる土俵に戦ってくる強者の倍率ですからね、ただの一般市民の倍率じゃないからねしかも浪人した人も勝負するわけですから、そうそう、あ、もう結構な、じゃあ高校3年間か、あと2年ぐらいか、うん、まあ頑張りますって2年でパパパっていけることがあったって感じじゃないですね。そうですね、かなり見てたけど、見てたっていうか、自分が進学校にいたんで、大体、要はまあまあ、日本の中ではいい、例えば早稲田とか慶応とか、のクラスでも、やっぱ遅くても言われてたのが、やっぱ高2ぐらいからは少なくとも、スイッチ全開ぐらいでいかないと、まあ、稀に優秀なやつは1年とかでやれるけど、まあ、早稲田、慶応ですら、まあ、こう残り2年はそれ費やして前が普通みたいな感じだったんで、でもうもっとさらに上にもちろん東大とか中には数名とかいましたけど、これはもうずっと優秀クラスでさ、もう中学校からずっともうそういうねやってるようなやつから、もう一人じゃないってうちの学校、その僕の高校のもうその優秀クラスっていうのがあって、30人いかないぐらいだったと思うんですよ、30人ぐらい、でまあみんなほとんどそういう東大とか、まあ、国立のとか医学のとか、そいつらはもう行くみたいな、早稲田慶応だったら失敗みたいなクラスがあるんですけど、ほとんどずっともう歩いてる時も教科書を取られてますよ、廊下であっても。で、ほとんどメガネかけて、ちょっと髪ボサで男だったら、で、寸は足りてねえみたいな。お前、ちょっとそっち気使えよみたいな。で、もやしみたいな、ひょろひょろ系が、まあ大体8、9割。まれに1割ぐらい、ちゃんと万能なやつもいるんですけど、容姿も良くて。そういうのはもうこいつはすげえなってやついるけど、大体はもやし系ですよ。でもうメガネがついたりとかして、
ガリベン系彼らは半端なく、このクラスの中でも全員じゃなくてね、その人たちと多分戦うぐらいな感じだと思うから、もう僕的には異次元、完全に異次元。言ってた、まあ残り2年とか3年コミットして、まあだから早稲田っていうぐらいは多分、まあ、それでも相当優秀なんですよね。がどっちかっていうと妥当な路線の中で、そこをもうワンステップ、さらに2ステップ上を目指すっていう感じになるから、ちょっとだいぶミラクルが起きてると。ミラクルが忘れてるな。昔あのビリギャルっていう、あれで多分あれ慶応とかな、はい、その前が1年以上前とかが偏差値40ぐらいだったのが、はい、1年多分1年で慶応で、まあ、ミラクルビリギャルになるぐらいのネタになっちゃう。あ、確かに今そのビリギャルの時ほど選択肢は低くないけど、うん、まあ今の状態からっていうと、はい、ビリギャル並みのビリギャル並みの飛躍です、ね、そうビリギャル並みの飛躍なんで、これはもう映画になっちゃうぐらいだから、あ、まあ、ミラクルなわけですよね。普通じゃ考えられないから、まあ、ストーリーになってるわけだから、そんぐらいの多分ね、飛躍しないといけないかな。まあまあ、普通だとちょっと難しいですよね。難しいけどね。僕、ビリギャル見ましたけど、あの、ちょうど僕出版するときの前のぐらいにあれだったんで、流行ったんで、本当その、あれ、塾の先生が書いてるんですけど、あそのビリギャルの本人が書いてるんじゃなくて、結局それを教えた、はいはい、先生が書くストーリーで、はい、まあ、すごいヒットしてて、やったら本当になんていうか、もうそれだけに書きますし、なんかお母さんがすごいですよね。あ、そうなんですよ。お母さんめっちゃ応援してくれるんですよ。いろんな人が、いや、そんなお前ギャルだから、慶応とか早稲田って無理だよって言うじゃないですか。お母さんだけはとできるよとか。なるほどね。信じてくれた。うん。ね。まあ、勉強も。その時間も多分、まあ、もったいないっていうか、ね。確かにまあ、本当にコミットするなら、もう、1秒たりとも、もう、だいぶ。今、テレビ見てるのか分かんないけど、テレビさんが見てる場合じゃないとか、CM すらも見てる場合じゃないですか。そういう、多分、今の段階でね。うん、分かんないですね。まあでも一応目指そうとはしてるんだったらね、まあ、まあそういうサポートもありますよっていう、っていうか しても厳しいかもしれないけど、うん、まあやれることはやってあげてもね、うん、みたいなとこあるのかもしれない、うん、まあ多分普通にね、まあもう細かいことは言ってらんねえじゃないけど、本気でやるんだったら生きるものをあらゆる投げ打ってでも、やれる他のアドバンテージ、全部使えるだけ使って、今こそねフル活用して、本当そうですフル活用できる環境にいるってことも珍しいです。できるんだったら何かしらやってね、厳しいと思うけど、まあ、まあちょっとでもね、やっぱ可能性を 0.1 を高めるにはまあそれぐらいやらないと、
くなるからね。なんかもうちょっとでもなんかこう最初から医師免許だけにフォーカスすると僕もいろいろ一応なんか調べたんですけど今だったら、まあ、もう裏とかほぼ難しいんで、どんどん一番あると思いますけど、多分普通にガチで日本の大学にガチンコ受験勉強でそうやってよりはもうそれこそフィリピンとか海外の医学部に入って外国で医師免許を取ってで日本の国家試験を受けて日本語で使えるハードルは全然低い。ありますアメリカとかは結構ハードル高いんですけど、ちょっと貧しい国とかの発展途上だったら、けどその受かったらそこでまだ大学入らなきゃいけないってことですか。そうそうそう、受かってもうだから完全にそれだけ大変です。もう海外だけどそれをなんだろうな、じゃあそういう倍率の低いところを探していけばな。国によってですけど4年行って4年行かなきゃいけないし多いですよ。日本ってもう6年間医学部じゃないですか。アメリカとかもそうなんですけど、4年普通の大学行った後に4年間医学部アメリカですっていう。だから2年多いです。ただまあ、選択が、まあ、要は大学院みたいなの、まあ、医学部の大学院だから2年でなってるので、だからメディカルは一応やっぱそんぐらいなんです。いきなり高卒とかでちゃんと大学で基礎をやった人が、さらに今度メディカルを専門で4年やりましょうみたいな制度なんですよ。まあだけど選択が遅くなるっていう、大学4年ぐらい3年とかには医学メディカルしたいなと思ったら、まあ、だから長くはなっちゃう。ただまあその国によっては倍率低いだけど、一番それで日本人にネックになっちゃうのはまあもう完全に英語なんですよ。だからそれは多分もうインターとか行ってないともうその時点で無理なんですよ。もう語学力でも無理になっちゃうんですよね。当然全部英語だから。だからそれできるでしょ。あるわ、うん、その語学力がやっぱちょっと完全な普通のネイティブの種でのもちろんテストとかになっちゃうから、これはもう完全にバーン知ってるレベルだ。そうインターとか行ってないと無理なんですね。だからその可能性を広げたいんだったら最初からインターとかに行かないと、もうその時点でもうちょっと無理だ。でもそっちのルートの方が多分全然倍率としては緩いっていう。最近ちょいちょい出てきてるらしいですよ、国外で一緒に日本の国家試験で、日本の医師で働く、まあ、もちろんそのまま海外で働いてはもちろんいいんですけど、国によっては医師その倍率が全然同じ医者だとしたら、でも結局あの日本の医師国家資格取っちゃえば、まあ、日本では医師に働いてる、海外で取っても日本の試験を受けないとダメなんですよ。あ、それはそれでまあちょっと大変ハードル高いんですけど、高いっていうか、でも国家試験は、なんていうか、合格率低くないんですよ。
要は医学部行って最後国家試験に受かんないと医者になれないんですけど、うん、日本でも医学部行って志望して自分もなりたいと思って、まあ、一発かどうか分かんないですけど、うん、医者になれない人って少ない、あんま聞かないじゃないですか、うん、だからみんな一応受かってるんですよ、国家試験に。国家試験に受かるよりも医学部に入る方が難しい日本の場合はね、まあ入ってちゃんと勉強しないと国家試験も受けれるんですけど、海外の免許取って日本の受けるにはちょっと勉強しなきゃいけないけど、それでもそっちの方が多分行かせたいなと思うんだけど、子供にとってもその方がハッピーな気がしますけど、ね、そうですね、ちょっとあまりにもなんかマストにするにはハードルがだって東大マストにされても厳しいっすよね、その子供を。厳しい、やまあ土台っていうかちっちゃい子がそれ目指してちょっと子供かわいそうでしょみたいな。そうそう、薬剤師ぐらいだったらまあ2浪ぐらいすりゃストレートでいけたらすごいし、まあ1浪2浪頑張ればなんとかなんじゃないのみたいなね。もう浪人当たり前ですからね。現役で入ったらもうありです、現役でスーパースターで浪人当たり前は結構厳いっすよ。でもやってもなかなか可能性が広がらないって、ツイートも設定しました。まあ現役のとこまではみんな行くね。誰だって一応受験するし、頑張る。うちは一般的に。ここに固執しちゃうと、なかなかその違う選択肢を受け入れるっていうかね。あれ頑張ってきたし、